小笠原、行く。中日の小笠原慎之介投手が立ち上がりを攻められて1回に先頭打者から6連打を打たれて6点を献上した。初回にバッテリーを組む宇佐美の2点打で先制したものの、その裏に先頭の近本のレフト前ヒットを皮切りに中野にレフト前を打たれ、ノーアウト1、2塁で森下の2点2塁打で同点に追いつかれた。続く大山の連続2塁打でノーアウト2、3塁とされると佐藤輝に勝ち越しを許すセンター前タイムリーヒットを浴び、井上がレフトに2号ツーラン。ワンアウトも奪えずに6失点した。下位打線に入って追加点を許さなかったものの、1回は両軍合わせて計8点。中日、阪神などでプレー経験のある福留孝介さんは BS 朝日の試合中継で解説を務め、誰も予想していない。いやー、予想していなかったとあっけに取られた様子だ。マイナー契約でアメリカ行けよ。立浪やめろ、小笠原は嫁じゃ行け。だから中日なんぞに入団したらダメなのよ。金丸くんは中日だけは指名拒否しとかないとね。来た来た、予想通り三立てムード。初戦ヒロトで負ければこうなる。これがドベゴンス。太っているから熱いんだろう。この若さであんなに発汗は異常だよ。おっさんだ。せっかくの先制点が甲子園から松田で6連敗の予感しかしない。頑張れ東海大相模魂。阪神森下も頑張っているのだから。 NPB でもポンポン打たれるストレート、どうやってメジャーで抑えるの。今年はポスティングでライデル残留マネーぐらいは稼いでくれると思ったのにな。メジャーからの評価を上げるためには頑張らないと。予想できました。小笠原の真骨頂まさにここにあり、誰でもメジャーって言い出すやんか。癖が出てるんでしょうね。変化球投げても誰も崩されてない。今年の小笠原は援護ないのもあるけど平凡な選手やったな。小笠原がメジャー行ったら山口俊みたいになりそう。小笠原お疲れさん。とっとと来年メジャー行って枠開けてくれよ。ほんで投手陣は3年かけて整備していこう。珍しく先制点を取ってもいつも簡単に逆転されてはメジャーで通用しないでしょう。